女優直美、なるほどねを連発するの巻。なるほどね、なるほどね、なるほどね。短く話すっていうのは私は今後の課題ですね。まとめる一言で言うとダメなのが響くとちょっと固めの肉はまたにやっていい感じの紹介になってる。なおちゃんにはね、横にアキラが通訳してくれると思う。今日の俺本見たよ。アキラがうまく通訳してくれた。なるほどね。扉ムービーのコンセプトは元気を伝える、元気を伝える、元気を伝えて、リタでよだれを流すと、よだれを流すと元気と癒しを伝える、元気と癒し元気と癒し、なるほど、なるほどね。でもなんかピンク、ピンクかと思って、家にピンクの服がなくて、なんかピンクの服と思って買いに行ったんですよ。買ってきたの。9着ぐらい買ってきたの。9着。女優の本気度やばい。すごい女優。2人が、カコさんが来たんで、してくれてるし、2人が、撮影と編集をしてくれてる中で、自分がやってること何もないなと思って、何回もあんないやろと思って、あ、じゃあ女優だったら服やろ、まずと思って、とりあえず買ってきたみたいな。すごいです。その意気込みは買ってあげよう。うわ。なるほどね。皆さん、女優の意気込み、買ってください。紅茶の扉、よろしくお願いします。